こんにちは、ライムです。はい、ということで今回は FFRK レポート第71回こちらの解説していきたいなと思います。はい、ということで、今回ね7月の内容ということですが、まあ皆さん気になるところはね、やはり次なるエンドコンテンツ、この D 覚醒が出た後一体何が始まるんだぜっていうね、そこが気になるところだと思うんですけど、その辺も含めて見ていきましょう。はい、ということで夏イベントが今年もやってきます。まず7月の23日割と月末の方だね。うん、去年は7月の割と最初の方にあったと思うんだよね。なんだっけ、ルールーのシンクロとか、あとあれだっけ、モグのシンクロとかも出たんだっけ、その時に。確かそんなんだったよね。で、今回はというと、7月23日より打ち上げろ、夜空に咲く花ということで、オリジナルイベントで、ピックアップされるキャラに関しては、去年はね、結構、なんでっていうね、ドクターモグ以外あんま関係ないメンバーだったような気がするんだけど、今回はドクターモグ、デシ、ビックス、ウェッジがピックアップされるガチャと共にやってくるということですね。で、このイベントに関しては、こちらも毎年恒例ですが、ドクターモグのね、新しい技、が配布されるようです。で、今回はリミットブレイク戦技だね。内容わかんないけどね、最近ちょっとリミットブレイク戦技も変わった種類のね、ものが増えているんで、多分ね、ただの属性まといとかそういうものじゃないと思うんだよね。おそらくなんか特殊効果がくっついてるやつだと思われる。はい。まあ、で、このガチャですよ。このガチャ。まあ、後でまた、話はしますけど、ね、今回、ジョブガイデンハリューが来るんで、このガチャ非常に重要になってきます。で、この同日、7月の23、この同日にイベント開始とともにジョブガイデンハリューも始まってくるので、まあ、このガチャで、何を取るかっていうところが非常に重要。で、おそらく D 格は普通に実装されてくると思うんですよ。で、このメンバーの中で D 格実装されるんだとすると、まあ、4人全員 D 格実装はさすがにないと思うんだよね。さすがに4人はないと思うので、まあでもラビランで3人実装されたことを考えれば、まあ3人、2人は固い、2人は確実に実装されて、まあよくて3人まで実装されるんじゃないかなっていう気がするんですけど、そうなってくると、まあ個人的なその希望込みで言うと、ビックスとウェッジ、あとデシとドクターモグどっちに実装されるんだろうっていう気はするよね。デシはね、また変わった性能どうなんだろうね。デシはほら一応そのシフトすることによって効果が変えられるから、モード1だと物理補助でシフトするとアタッカーになるよみたいな、そういうタイプのやつになるかもしれないし、ちょっとデシが何とも言えないとこだね。新奥義とかシンクロとかは結構戦うタイプ、全属性で戦うタイプになったので、まああるいは物理補助をしてくるかでだいぶ変わってくると思うんだよね。だからちょっとデシは予想がしにくい感じになるとは思うんですけど、だからまあ無難なところで言うとビックスウェッジドクターモグあたりに D 格実装されてみたいな感じになると思うんだけど、まあなんともだね。うん、まあいずれにせよデシのね D 格もまあいずれは出ると思うんで、そちらもまあ期待したいところではあると思うんですけど、はい、そうだね。そして7月26、翌週だね、スペシャルイベント常夏波乗りバケーションが復刻開催予定と。で、こちらのダンジョンクリアするとドクターモグのオバフロ奥義がゲットできるよということです。まあ、今の時代オバフロ使うかって言ったらだけどね。はい、それから夏のログインボーナスとして7月の12日から、ノーマル10連チケット、 FF8 のバラムなどで流れる曲ブリーズィーが獲得できるチャンスですと。そして第2弾も開催されます。まあ普通にログインしてれば勝手にねもらえてるものなので、そこまで気にする必要はないと思うんですが、はい。そして、ここからイベントの開催情報ということで、まず今週末ライトニングさん来ますね。幻影の宮殿7月9日。はい。でガチャに関しては、第1弾がノエル、ナバート、セラ、バニラ、ライトニング FF13 ガチャだね。まあ、こんだけラインナップ多いんですけど、これライトニングのパッと見ね、なんかもうあライトニングって文字を見た時に主人公だしライトニングの D 格出るっしょって思われる方は結構多いと思うんですけど、この文字の並び的に一番後ろにライトニング来てるから、ライトニングの D 格は今回実装されないわ。これ
じゃあ何が実装されるのっていうとシリーズチェインだね、これね。多分ね、確実にそうだよね。今までの流れからするとこの後ろに書いてあるタイプは、まあ星7チェイン、時短チェインとかもそうだったしだね。で D 角に関しては多分ね、ライトニングはあの次のフェスに入ってきそうだね。次のフェスの3段にライトニングの D 角ありそうじゃない？そんな気がするわ。ライトニングのね、あの新しい技もフェス率高いんですよね。出てくるのが結構フェス率高いので、多分次のフェスの3段だわ、ライトニング D 角。ということで今回の、あの今週のガチャについてはおそらく、まあノエル、ナバート、セラだね。この3人の D 角だね、これね。でバニラに関しては新しい覚醒か、覚醒にフルバフがついた覚醒かもしんないね。そういう系かも、まあ、あるいは全然関係ないただの第二覚醒みたいな感じ。結構そういうのあるよ、フルバフつくのかと思いきやシンプル第二覚醒っていうね、単純に違うタイプの第二覚醒みたいなこともあり得るんで、まあこれ ノエル、ナバート、セラのデュアル覚醒、あーでも強いんじゃないかな、普通に強いと思うな。ナバートに関しても一応闇弱体キャラ、闇魔法の弱体化キャラの中では、あの僕はあの手持ち的にね、まあナバート全然装備揃ってないから使ってないけど、実際結構強かったはずなので、まあ、これ期待できるんじゃないかな。弱体化キャラとしてはナバート期待できるし、ノエルが二属性いけるよね、氷と水属性の物理で、まあ二属性いけるっていうところで、まあ、ポイント高くて、でセラに関してはこちらもシンクロ2つ出てますよね。まあどっちの水かあの氷どっちで出るか分かんないけど、まあこちらもセラについても、まあ氷、多分氷かな、最初は氷のシンクロと D 角組み合わせたら結構強いんじゃないかなって思うんですよね。あのシンクロアビで右と左あの交互に打つことによって ATB 蓄積時間をなしにする。だから実質2ターン目以降に関してはあの1ターンで2回行動できるみたいな、そんな感じのイメージになってくるんだよね。だから単純に火力が3発分の火力になるんでめちゃめちゃ強いと思う。でセラのね、あの弱点はあのシンクロと覚醒を併用しても火力自体は上がらないんだよね。そんなにね、そんなに劇的な変化がなくて、あんまり相性がいいとも言えない感じだったんだよね、シンクロ覚醒の併用が。ただこれが D 角で実装されることによって、これが解消されるのすごいでかいね。これ多分めちゃめちゃ強いんじゃないかな、普通に。1ターンで2回行動で D 角で3回放つ、併用なんで確定4回攻撃になるわけでしょ。まあ右アビがね、ちょっと単発攻撃3回で、で、あと、あの、シンクロ先のアビリティが発動するだけなんで、まあ言ってもそこまで、右アビに関してはそこまでは、あの、火力的には期待できないけど、まあそれにしてもね、単純に左アビの、攻撃に右アビの攻撃も乗っかってくるみたいなイメージになってくるので、まあめちゃめちゃ強いと思う。これは文句なしに氷の魔法キャラの中では、まあ、トップクラスにまたあの返り咲くんじゃないかなというところで、まあ、こちらもあの期待したいところですが、氷魔法薄い方はセラ狙いになってくるんじゃないかなというところだね。はい。そして4月16日はイベント無秩序なる追憶、これ FF8 イベントです。はい。でこれガチャないんだよね、ガチャないんだけど、まあこれも後で話に出てくるとは思うんだけど、この7月の16日、ラビダン挑戦キャンペーンというものも始まって、これに連動したガチャがあるんで、まあそちらだね、ガチャはね。はい。であと4月の31日月末だね、月末に歴史賞訓練施設イベントが開催予定ということです。まあこれいつも通りやってるイベントなんで、そんなにね、あの、なんだろう、言うことも特にないんですけど、毎回やってることです。まあ単純に、あの、周回して、まあ、ポイント貯めて交換所で、あの、交換しようぜっていうイベントなんで、こちらも忘れずにやるようにしましょう。それから7月の9日、今週の金曜、イベント、異次元の放浪者。こちらに関しても、あの、毎月来てるね、イベントなんで、まだクリアされてない方は、クリアして報酬をゲットしましょう。すでにクリアされてる方だとね、これもうほんと全然関係ないイベントになっちゃってるけど、はい。そして7月23日、絵画の力仮し扉、これジョブガイデンシリーズの破竜がついに来ましたね。ジョブガイデンシリーズの破竜出るかちょっと微妙なとこだったんだけど出ましたね。まあ
妥当かなとは思うんですけどね。もうだいたいハリューもハリューのシリーズも全て出尽くして、で今 D 覚醒が実装されるというタイミングで出てきたので、まあジョブガイデンはちょっとキャラ数がね いかんせん少なくて、相対的に見ても難易度が高めになっていたってところもあったんで、絶務も結構、絶務シャドウスミスも最後に出たけどやっぱ難易度高かったもんね。うん、ただ問題は僕があの絶務シャドウスミスをクリアしたパーティーそのままでハリウに行けるかってところ、多分まあ勝てはすると思うんだよね。勝てはすると、タイムはともかく勝てはすると思うんで、まあ一応まあこっちもねジョブガイデンシリーズもやってみようかなと思います。まあ同時に出てくるそのガチャで多分 D 格あるんで、 D 格とかちゃんとウェッジとか相当強いんじゃないかなとは思うんで、ウェッジに期待したい。はい、そして属性兵器極彩オメガが再登場ということで、はい、こちらも、先ほどねギルガメッシュと同じように定期イベントとなっておりますので、まだクリアされてない方は挑んで結晶水それから星6フラグメントをゲットしましょう。はい、そしてここ大事だね、ラビリンスダンジョンシーズン3が開幕ということです。こちら月末から始まっていきます。でシーズン3になってちょっと仕様もね変わります。まずこの回廊の狭間で出てくる迷宮アレクサンダーについては、回廊ボスの、難易度650、今までの651個しかなかったんですけど、新たに難易度580が追加されます。でこれがシーズン3から追加される回廊ボスって書いてあるんで、今回のアレキサンダー以降だね。シーズン2までのあのラビリンスボスは今まで通り難易度650しかないってことだね。つまりね、そういうことだと思います。難易度650に挑戦する前のステップとして、またこれまで回廊の狭間をクリアできなかった方もぜひ挑戦してみてくださいね。まあ、難易度的にはあれだね、純白オーディンとか絶無ぐらいの難易度ということにはなってる。まあ難易度依然高いことには変わりないのでね。はい、まあ、基本的なそのギミックを覚えるために難易度580から、まあ、しっかりやっていくっていうことは非常に重要だと思うんで、まあ、これはいい機能だと思う。単純にあのこの580クリアすることによって報酬もねまた別でもらえると思われるので、うん、いいと思います。はい、そしてシーズン3より新しい英雄陣営も登場いたします。最後、一応最後になんで最後の属性ということで8属性目で、毒は食うのか分かんないけど闇だね。セシル、エクスレス、サイス、サイファー、アーデン、セッツァ、ガーランド、ナバート、レオン、ハルト。もっとね、来てほしいキャラとかいるんだけど、ザイドとかね。ザイドとか、シャドウとか。まあ、皆さんの手持ちにも変わってくるけどね。来てほしいキャラって。ザイドとかね、シャドウとか。まあ、あとは、アーデン今回入ってんだよね。アーデン入ってんのはやるじゃんと思ったけど、まだ、まあ、出てないやつで言えば、まあ、ルーファウスとかね、そういったキャラも当然いたりするし、うん、まあ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 、こんなところに落ち着いたのかという感じではある、正直。もっといるよね、だって、まあほら、ケフカとかはまあ強い、もう元が強いからいいのかっていう気もするけど、ほらシーモアとかね、シーモア、まあ、いっぱいいるわ、ベインとか、まあ全然出てないキャラもいるけどね、まあ、その、今度そのさらにこの後どうするんだろうっていう、また一巡してなんか炎属性とか戻ったりするのかな。地属性から始まったんだっけ、風属性か、最初風属性から始まったんで、まただ2巡目で風属性が始まってくるのかな、来月以降。うん、はい。で今回ラビリンスダンジョンのアップデートということで、新機能の追加や調整を行われるそうです。なんかラビリンスダンジョン毎回不満が出て毎回調整されてる気がするね。いつになったら完成するんだろうという感じがするんだけど、まあ、この改善の姿勢はとてもいいと思うので、はい。で内容としては、迷宮の回廊にすぐにバトルする機能を追加、まあ、要するにこれ簡単に言うとテンポを良くしますよってことだね。確かに周回するそのイベントに前提だから、周回前提のイベントだから、これはあのテンポが良くなるに越したことはないんでね。ただでさえ FFRK ゲーム全体で重いからね、動作が重いところがあるんで、まあ、これ非常に重要な、まあ、いい機能だとは思います。そして迷宮の回廊にラビリンスパーティーの状態を確認できる状態確認ボタンを追加。これはまあまあまあパッと見でわかるような機能か。躍進の絵画とかね、バフとか摩耗状態がパッと見でもわかるようなもの、まあこれも必要だね。それから迷宮の回廊にてレテの雫をパーティーごとに一括で使用できる機能。これすごいめんどくさかったからね。レテの雫って最初さ、あの1個であのパーティー全員に効果あるの
かと思ったら味方単体で与えていくみたいなシステムだったから、えってなったもんね。俺はいいんじゃないかな。一括選択ね、一括選択、これはいいと思います。そして戦いの会が探索の会がで出現する敵を倒した際の演出を短縮。これね、あの FF 名物の倒した時のゴゴ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 ってやつああいうのがあの普通の雑魚敵みたいな感じで一瞬になるとか、そういうことなんでしょうきっと。あとあれか、バチンバチンってあの光るやつね、フラッシュするやつ、敵がフラッシュするやつ、あの FF ならではのね。まああれは本当にね、あの何回も何十回も何百回も戦っていく上で、あれはうんざりしちゃうよね正直ね。もういいでしょってなると思う。あと鉄壁もいらないんじゃないかって気がするよね。あれ鉄壁とかさ、あれもうなんていうの、もう敵の攻撃全部魔法無視とか防御無視でいい気がするんだけど、あれ無駄じゃない、毎回毎回鉄壁打ってみたいな。もう鉄壁っていう仕様自体がちょっともうそろそろっていう感じがしてるね。まああるいはほら、あのカルディアダンジョンみたいに勝手に鉄壁発動するような仕様とかさ、なんかもうなんだろう、あの鉄壁の演出すらいらない感じがあるよね。もうこのダンジョンでは常に鉄壁が発動した状態ですみたいなそんなんでいい気がするんだよね、そんなレベルで。まああるいはもっと簡易的にするんだったら、オーディンとかね、星力魔石戦の最初にね、ダンジョン入った時になんか星力魔石装備してたらなんかパリーンとか演出が入る、ちょっと一瞬だけ演出が入るみたいな、あれでいいと思うんだよねマジで。これはまあ本当次のラビリンスダンジョンシーズン4の時に鉄壁はなんか調整してほしいなって思う。はい、それからラビリンスパーティー選択時の初期選択位置の設定機能を追加。あ、これね微妙に助かるわ。これもちょっと不便だったんだよね。なんかそう、前回出撃したパーティーにするかラビリンスパーティー1にするかってことでしょ。これはね、まあ最近もうラビリンスダンジョン常にパーティー1しか使わないからいいけど、ちょっと入れ替えたいなとかっていう時、なんかラビリンスボスに挑むからこのパーティーちょっと崩さないといけないとかさ、なんか動画用にパーティー編成したりとか、そういった時にちょっと不便だったんだよね、いろんなところでね。これは便利だと思う。はい、それから回廊の狭間のマップデザインの変更、シーズン3以降はマップのデザイン変更して、狭間は迷宮の回廊よりも大きなデザインとなります。うん。そして回廊の狭間のボスで撃破で解放されレコードボードマスを追加。これさらっとすげえ重要なこと書いてあるな。一部の英雄のレコードボードに回廊の狭間のボスの撃破で解放されレコードマスを追加いたします。これ、ハリュー倒した時みたいなね、ボーナスみたいなことだよね。追加されるレコードマスでは、味方の属性まとい人数に応じた物理魔法攻撃の属性ダメージアップ。パーティー内の各シリーズ英雄人数に応じたダメージアップ。なるほど。これ、両方ともダメージアップじゃん。すごい重要じゃない？これ多分最大で多分5人だったら、まとい5人に、5人まといだったら 10% アップとか、パーティー、各シリーズのシリーズのキャラ多分 2% ずつ上がってて、まあ 10% になるみたいなことじゃない、多分これ両方合わせるだけで 20% 上がるってこと。まあ実装されてないと本当に数値わかんないけど、すごいこれ変わるねまあ実際その5人全員まとってる状況とか、あのシリーズ統一にする状況がどれぐらいあるかっていうところはあるけど、少なくともカルディアダンジョンにおいてはめちゃめちゃ強いんじゃない。あーでもよくよく考えると、でもあれだけどね、そのラビリンスダンジョンを倒せる人がカルディアダンジョンやらないよね。もうはラビリンスボスやる倒す人ってさ、ハリュー大体クリアしてる人じゃないこっちの方が難易度高いんだもん、ハリューよりもそう考えるとちょっとどうなのって感じがするけどね。まあだから現実的には、あまあね、今後のハリューの次のやつとかでも当然使えることは使えるんでしょうけどね。まあ、まといか、どちらかっていうと。まとい人数に応じた威力アップ。まあ、どっちにしろマイナスな効果では全くないので、ユーザーにとって有利な、効果なんで、あるに越したことはないと思うんで、まあ、これはガチ勢だね、ガチ勢向けですが、まあ、これすごくいいことだなと思います。だから今までよりもラビリンスボスに関しては、まあ、重要度が増したっていう感じかな。一応、なんだろう。最悪
あの、魔石でもさ、魔石のその、エンファイアレベル18とか、そういうのもらえたりもしたけど、そこまで重要でもなかったよね、ラビリンスボス倒すことって。なんかもう本当にガチ勢の趣味レベルの、まあ、ダンジョンだったところで、まあ、一応なんていうのかな、あの目標というか、あ、これだったら頑張れるなって人が多少は増えると思う。これによって。うん。どっちにしろガチ勢しか多分やらないというかできないと思うけど。はい。というような感じですね。僕も今までよりはラビリンスボスのやる気は上がったかなっていう感じはしますね。はい。それからカイトの交換帳内の英雄神器に装備可能英雄と英雄名を表示。これいいね。これなんで逆になかったんだろうと思う。これ武器だけしか見えないから、これ誰の武器ってなったり、なって戻ったりとかね、戻って確認したりとか、そういった作業非常にめんどくさかったので、これはありがたい。あと、ソートカテゴリーにシリーズ優先。これもありがたいですね。それから、英雄陣営の表示切り替えに装備可能メンバーと特殊効果を表示する機能を追加。はい。お、あと、その他の調整。迷宮の回路で各絵画を選択した際の画面切り替わり速度を向上する調整。これね、サクサクってことだね。テンポアップってことだね。非常に重要です。この周回するものにおいては。はい。そして、アップデート情報、ウェイト機能をアップデート。今週末の金曜だね。ウェイト機能をアップデートいたします。今回のアップデートでは、魔石ダンジョン、カルディアダンジョン、異次元の放浪者、特製兵器オメガにおいて、バトルスピードを2から5まで自由に変更して、ウェイト機能を使用することができるようになります。はい。これはやっぱりもう、あの、生放送でね、生放送で、あの、ずっと前の生放送かな、ウェイトモードを実装した時ぐらいかな。なんかやっぱり、その、調整、バランス調整ってところで、バトルスピード1には したくないっていう、みたいなね、かたくなにしたくないっていう雰囲気があったので、これはしょうがないかなって思う。要はこのバトルスピード1でウェイトモードにしてしまうと、圧倒的に手動、単純にアクティブの手動でやるときよりも有利な状態になってしまうので、それだとそのゲームバランスが損なわれてしまうので、あのバトルスピード1にはできませんみたいなことを生放送で前に言ってたからね。まあ、そりゃそうだよなとは思うんで、まあしょうがないかなと。ただ、今までのウェイト機能って、ウェイトモードって、確かバトルスピード3相当、バトルスピード3で展開していくみたいな感じだったんで、これが一応バトルスピード2までは妥協してくれたってことだね、運営がね、一応。で、バトルスピード2なら、割と実用的なんじゃないかなって思うんですよ。バトルスピード3だとさすがにちょっと、その、なんだろう。高難度、高難易度コンテンツ、純白オーディン以降のね、高難易度コンテンツだとちょっと使いにくかったんだけど、バトルスピード2なら、ちょっとあれだね、あの、実用的というか、あの、勝つのがね、難しい。高難易度コンテンツ勝てませんっていう方にとっては、これ普通にありがたい機能になってくるんじゃないかなと。ただし、まあ、難点がね、スキップがちょっと難しいってことだね。あの、キャラのターンが回ってきた段階で、すべての行動が停止しちゃうので、スキップがうまく使えない、まあ、その都度手動に戻すとか、まあ、そういったねことをしないといけないので、スキップに関してはなんだろう、あのなんか特殊なさ、ウェイトモードだけの機能で次のキャラのターンが回ってくるまでスキップみたいなボタンがあればいいなって思うんですよね。うん、それがいいと思う。実際これ実装されてから試しにやってみようかな、動画でウェイトモードで純白オーディンと戦ってみたとかさ、あってもいいかもしんないね。そうするとどうなるかみたいな。最近使ってみた動画結構頻繁に出してるから、あの同じ立ち回りでウェイトモードとアクティブでどれぐらい違うのかみたいな感じの動画出してもいいかもしんないね、これね。はい。まあ、あの、いずれにせよ、あの、今まで勝てなかったダンジョンも、これ使うことによって勝てるようになったとか、っていう人も多分増えると思うんで、実際、一応実装されたら皆さん一度はね、あの、試してみることをお勧めします。はい。そして、属性シリーズラッキー装備召喚も更新されます。こちらは、今週末ですね。はい。この更新に合わせて、すでに装備召喚実行された方も、初回限定で、ミスリー15個または873ジェムで回すことができるんで、まあフェス終わりですけど、石に余裕がある方は、あの好きなタイミングでね、回すといいと思います。はい、それからドリセレ。来週の木曜だね。ドリセレ来ました。今回は、なんと、新容疑が入ってきます。まあ、ついにという感じですけど、ただ未だにオーバーフローとか入ってんだね。
もうさすがにいらないんじゃないかなっていう気はしないでもないんだけど、はい、ということで、まあ、新たに新奥義を加えて LBOF シンクロ奥義、覚醒オバフロー奥義、超絶必殺技、そして戦技とレジャマテという難易度アップで増えましたね、単純に。で、今回も夏のドリスレということなんで、多分新しいラインナップちょっと増えてると思うんだよね、前回と比べて。前回のドリセレが5月だっけ、4月だか5月にドリセレあったと思うんだけど、そこからあの増えた分に関してはいつも通りまたドリセレのね、あのおすすめシンクロ解説動画したいなと思い、解説おすすめ解説したいと思いますので、ご興味ある方はぜひよろしくお願いします。新奥義追加されても多分本当に初期に追加されたやつしか入ってないと思うので、そんなに数ないと思うんだよね。正直新奥義多分ラインナップ5個とか8個ぐらいじゃない、あってもその中から一つ選べるよみたいな感じだと思われる。はい。そして極フェス復刻装備召喚、これがね、年末年始のやつだっけな、 LB ガーディアン召喚、 LB、 うん、そうだね、 LB ガーディアン召喚が実装された時のやつだと思うので、まあラインナップ的にはちょっとうーんっていう感じがするけど、あれがあるわ、モグの覚醒に、モグの覚醒に、まあ、召喚スタンプで手に入れた方は別に全然いいと思う。さすがに結構いろんなタイミングで復刻されてるから、モグの覚醒に困ってないかもしれないけど、確かこれの第2弾か第3弾にモグの覚醒2が入っていたと思うので、まあ、狙う方は全然狙ってもいいと思う。確かクイナのシンクロとかも入ってたと思うんで、うん、まあ、僕がよく使ってるバッファーとかがね入ってるガチャでもあるので、はい、そんな感じで、なんでこちらも、いつも通りね初回半額ミスレル25個で、11連できますので、ぜひ皆さんね来たら回してみてください。それからこのラビリンスダンジョンの応援キャンペーンみたいなやつで極フェス復刻装備召喚チケットとかっていうのももらえたりするようです。はい、無料で11連できるんでね、これも皆さん頑張ってあの挑戦してみましょう。で、ここからキャンペーン情報、まあ、先ほど言ったラビリンスダンジョンの挑戦キャンペーンというものが4月の16日から、月末まで開催されます。内容はまあ、前回と変わんないかな、ミスリル前回っていうか 前回っていうか1回あったよね、これ2回目だよね。ミスリル属性11連チケット、超連の秘伝書などがもらえます。はい、それからまあここにちらっと書いてあるんだけど、これねさっきの、7月16日に FF8 イベントがあったんですけど、ガチャがなかったんだよね。じゃあどこでガチャ来るのかっていうと、これなんだよね、ラビリンスダンジョン攻略応援装備召喚第1弾ということで、注目の英雄リディア・トレイ・スコールなんですよ。これこのラインナップ見るとこの3人全員に D 格来るよね、確実に確実に来るわ。でこのラインナップってめちゃくちゃ強いんですよ。これがリディアがまあ、ご存知の通り召喚魔法キャラの中では、まあ、トップクラスのキャラ、トップクラスっていうか最強だよね、召喚魔法界の、まあ、最強のキャラであるリディア。それがトレイに関しても、まあ、シューターアビキャラで3属性対応できるっていうところで非常にまあ汎用性高い。そしてスコール、トレイ厳密に言えば闇もいけんのか、闇シューターもいけんのか、4属性一応いけんのか。でスコールに関しても、まあ、皆さんご存知の通り、まあ、氷属性物理の中では割と強い方で、あと炎属性もいけたりするんで、まあ、でここでポイントになってくるのが D 格とこのシンクロとの相性の良さ、どう見るっていうと、リディアに関しては十、まあ、中八九召喚魔法、召喚魔法覚醒になってくると思うんで、そうなってくるとリディアはあの全属性いけるんですよ。リディアが持ってるシンクロ、生属性、地属性、水属性、どの属性の D 格で来たとしても D 格打った後にシンクロで違う属性にまとい直せば確定4回攻撃には絶対なると思うので非常に強い。リディアも3属性いけ、まあ、バッツと同じだね、3属性いけて、でトレイに関しても、まあ、確かトレイは覚醒モード2つあったと思うので、確かね、確か僕の記憶が正しければ覚醒2つあってだったと思う。でもシューターアビだった気するしなでも仮にシューターアビだったとしたら多分シューターアビだと思うんですよ。そうなってくるとやっぱり D 角打った後にシンクロとか打てば、確かあのシンクロがトライエレメントモードだから自分で選べるタイプだから3属性対応できる D 角になるということだね。いやー強い。そしてスコールに関しては炎覚醒か氷覚醒だと思うんだけど、スコールは専用アビが2属性対応なんだよね。
炎属性と氷属性の連続編なんで、これも専用アビのおかげでどっち来ても、氷覚醒だろうが炎覚醒だろうがどっち来てもシンクロでまた的を見直して専用アビ打てば結局同じことよ、二属性対応できる D 格ということになるんで、このガチャめちゃめちゃ熱いぞこれ。まだ性能見てないけど、まあ、基本性能もうアタック、この3人なんかもう純粋なアタッカーだから、もう基本はね、もうあのノクティスとかと同じような感じだと思うんですよ基本は。ってことを考えると、もう この時点でこのラインナップ見た時点で、あーぶっ壊れだなこれ、これはぶっ壊れだぜっていうのが約束されてるようなもんよ。で同じガチャにシンクロとかね、新容疑とかも入ってるだろうから、リディア、トレイス、コールのね武器とか持ってない方にとっても結構安心できると思うんだよね。でおそらくこれ装備召喚第1弾って書いてあるから、第2弾でおそらくこのリディア、トレイス、コールのなんだろう、この第1弾に入りきらなかったシンクロとかも入ってくると思うんですよきっとね、いつもの流れであれば。ってことを考えるとマジ激アツだぞということ。ただ皆さん考えてほしいのがね、7月の末、7月23日この後の週か、この後の週にジョブガイデンハリューがあるんで、ジョブガイデンハリューで装備がちょっと薄いなって考えてる、思ってる方はね、そちらにウェッジとか、それからまあその他キャラの、D 格も控えてるんで、それも考えてガチャの引き時は考える必要あるけど、これもう約束された勝利でしょこの7月16日のガチャは。これ間違いなく強いわ。これはマジでフェス並みじゃない、このライン、この3人のラインナップだけ見るとすごいよねって思う。はい、まあ、そんな感じ。あとはまあいつも通りのツイッター投稿キャンペーン、それからギサールの野菜獲得数2倍キャンペーンみたいなことです。でまあここで唯一、今回ね割といいレポートだったと思うんだけど、唯一乗ってなかったのがラビダンガチャだよね。ラビダンガチャ乗ってないんですよ今回。これ多分闇属性のガチャ始まると思うんだけど、誰なんだろうねっていうところ。闇属性のガチャって。ね、なんかね、レインズとか、今回英雄神技で、まあ、入ってる、生属性の方で入ってるけど、どうなんだろうねと思って、誰が来るんだろう。ちょっとね、こっちの闇のラビダンガチャも気になるんだよね。アーデン来てほしいわ。アーデンで D 格出たら結構やばいことになるんじゃないかなと思うんだけどね。まあ、一応8回攻撃できるんだけど、火力自体はそんなにないんだよね、アーデンね。ただ右アビでダメージアップ中漏れるから、それ込みで、右打って左アビみたいなことで、なかなかアーデン強いと思うんだよね、D 格と併用した場合。まあ、ここに書いてあるラインナップだとセシルか。セシルが、ジタンと同じね、シンクロをもらったので、まあ、それも込みで考えれば、D 格と併用した際ね、とんでもない強さを発揮できそうな感じはするし、まあ、闇勢も結構熱いんじゃないかな。ワンチャンセフィロスのね、D 格実装もあり得るからね。まあ、セフィロスはシンクロと D 格、シンクロ自体がそんな強くないから、なんか、今までみたいなね、今までの、なんだろう、セフィロス全盛期みたいな強さは多分ないと思うんだけどね。まああとザイドとかね、ザイドの D 格が来たら間違いなく闇パ最強になると思うんで、まあなんせ ATB 蓄積時間短縮でシンクロ自体も強いからね、人ね、確かね、っていうところも考えると、まあちょっと闇ガチャも気になるところではある。はい、まあこちらもね、出た時には適時ね、解説動画等もアップしていきたいと思いますので、ぜひそちらもよろしくお願いします。はい、ということで今回の動画割と長めになってしまいましたけど、こんな感じです。皆さん気になったものはあるかな。ただ今回結構7月はね、いいラインナップになってるんじゃないかなと思うので、イベントとかね。はい、ということで、今月もね FFRK 楽しんでいきましょうといったところで、今回の動画はここまでで終わりたいと思います。参考になった、面白かったぜって方はぜひチャンネル登録、そしてメンバーシップ登録等もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。